愛知県はビッグモーター西尾店の前で街路樹の一部が不自然に枯れ伐採されたことを受け、植樹帯の土壌を調査しました。その結果、土壌から県が植樹帯の管理のために使用した除草剤とは別の除草剤の成分が検出されました。ビッグモーター側はこれまでの県の聞き取りに対し、除草剤を使用した実績があることを確認したと説明していました。県は第三者が除草剤を使用し街路樹が枯れたとして警察に被害届を提出し、警察は今後器物損壊の疑いで捜査する方針です。